はい、どうしです。チャンネル登録よろしくお願いします。今回はね、Uber Eats で、鳴らす方法ということで、ね、いや、鳴らす方法なんかないんですよね。Uber Eats はね、もう特に裏技もクソもなくて、だから、注文が入るような状態、ちゃんとね、通信状態が取れてる状態で、お店の近くで待ってれば鳴りますよね。お店の近くっていうか、鳴るエリアの鳴る時間帯に、ちゃんとインターネットにつないだ、端末でオンラインにしてください以上っていうオチになるんですけど、この鳴らす方法とかってさ、やめてほしいよね鳴らす方法つったらさ、もうぶっちゃけ注文するしかないんですよね。自分で注文すれば鳴るでしょそれアカウント停止になりますけど、それしかなくて、だから結局さ、 Uber Eats はさ、注文があってなんぼなんで、どうしようもならないときはどうしようもないんです。注文が入ってなかったらどうしようもないんで。でさ、そのなるエリアとかもさ、シミ、赤シミ青シミでここら辺にいればなりますよって Uber が丁寧に教えてくれてるでしょ。あとなる時間帯も教えてくれてるじゃないですか。だからなる場所でなる時間帯にやればなります以上。どやで、しかもちゃんとオンラインでね、インターネットつながる状態でオンラインにしとけばなる。もうそれ以上やりようないっすよ。やりようない。ただ、だから、場所とかもだよね。お店の近くにいないとならないんで、近くにお店がないような場所で待機しててもならないでしょ。だから、まあ、それはあれですよね。だから最初の、シミ、青シミ、赤シミのあるようなエリアがなるんだから、まあ、要するにその中にいるってことでしょ。まあ、ただ、まあ、都心はね、配達員も多いでしょうから、どうなのかなと思うし、私は全然もうね、地元でやってますから、もう全然シミもなんもないです。シミも取れてなくて、もうシミもブーストもなくて、単価ダダ盛りのね、状態でやってますけど、まあ、それはそれでいいんじゃないですか。それはそれでね、まあ、いろいろいいんじゃないですか。楽です。最近、なんですか、あれがあれなんて。最近バイク、その距離が短いのが多くなって、マックも鳴るからね。マックも鳴るようになりましたんで、マックの前で回ってるとマック鳴るんで、非常に楽。昔はそうじゃなかった。昔はバイクは長距離用に温存されてたんで長距離用に温存されてたんで、すげえロングしか鳴らなかったんです、昔はね。今はバイクブーストもないですけど、最近はもうね、ショートも鳴るんで、こんな近いのみたいなのばっかね、同じ町内ぐるぐるしてるみたいな感じなんで、全然飛ばなくなりました。非常に助かったんですか、楽ちん。それはそれでね。でもだから件数こなせばいいんですよね。同じ件数で単価下がってるから、もうダメだっていうんじゃなくて、その、件数こなせるんだから、どんどん件数こなして、で、なんかまたぎはあるんだから、またぎを一ランク上のまたぎこなせるようにすれば、それはそれで以前と同じ売り上げをキープできるんじゃないですかね、バイク。電車はまあロングが増えたらしいですから、まあでも自転車ブーストついてるでしょ。電車ブーストついてるか、頑張るか、売店するかね。私、江東区は自転車無理だと思うんですよね。私、江東区は、だから、東陽町から東雲とか、勝どき、門中から勝どきとかがもう辛くて、相生橋越えるの辛くて、三つ目通り走るの辛かったんで、バイクにしましたけど、ね、うん、普通に6キロとかありますから。普通に亀、江東区めちゃくちゃ広いんで、まあ、江東区内なら良しとしようと思っても、ね、亀戸と有明、亀戸から有明とか何キロあるんだろう？ 10 キロぐらいでしょ。あるんで、まあ、また都心とはまた違ったね、なんていう、雄大な北海道的な、江東区は東京の北海道みたいな感じ。ゆっくり走る北海道みたいな感じなんで、まあ、特にね、もうね、裏技も何もないっすよ。そうだね。シミがあるところで、こう、グラフがあるでしょ。一日の鳴る時間帯も。で、鳴るところ。鳴るところもあれだよね。だって地域分かれてるもんね。あ、そうなんだ。江東区は昼鳴らないんだ。江東区より江戸川区の方が夜中の9時以降は鳴るんだ。そういうの分かるし、エリアによっては一日中すげえ鳴るところも、それで分かるわけじゃん。だから、そういうところに行けば鳴るんじゃん。だから私はめんどくさいっていうか、知らないところ嫌だから行かないですけど。だってさ、地元でやってればさ、それこそなんだっけ、誰が言ってたんだっけ、なんかさ、すげえ Uber Eats で稼げる人とかがさ、よく言うのがさ、いやもう初動だとね、いちいちマップ見るんじゃなくて、あ、もうあれだな、あっちだって動き出せる、どうのこうのって、もうその程度でさ、Uber Eats で稼ぐ方法って言ったら、たったそれだけです。そんなことっていうレベルのことしか言えないし、いちいちマップ見ないとどっちか分かんないんじゃなくて、あ、戦国だったらあっちとか、潮見だったらあっちとか、そういうのだったら、地元だったらわかるでしょって、それだけのことです。それだけのこと。それだけしかないのか。楽です。だって入り方とかもわかってるもん。怖くね？なんか知らないターマンとは恐怖でしかない。入り方わかんない。
地元でやってればほとんど行ったことあるお店もあるって、非常に楽ですけど、まあ分かんない、稼げないのかもしれないけど、まあどっちを取るかですよ。しかも楽ですよ、あの近くでやってるから通勤もないし。昔は私あの門中まで行ってたんですよ。門中まで東洋町からもう7分ぐらいですかね、行ってたんですけど、最近も東洋町にいるからもう全然門中行かない。門中行かないとすごいですよ、あのタワマンとか減ったし、何せ門中行かなければあの晴海とか勝どきに飛ばないから晴海勝どきに飛ばないんで、門中行かないと。ただ門中の方がやっぱね店がいっぱいあるし、なるっちゃなるんですけど、江東区、東洋町全然ならなかったんですけど、最近割となるんですよ。最近は、あの、サイゼリア、マクドナルド、大戸屋、花丸うどんとかね、あと、ジカビア、ファーストキッチンとか、あるんで、天狗寿司とか、ワイン食堂とか、ね、割となる、まあ、そんなにギャンなりじゃないですけど、あと、まあ、あんま人いないし、配達員あんまいないし、門中と比べると。なので、うん、まあ、悪くないかな。程よくやっておりますので、何が言いたいんだっけ。ああ、なんだろう。そんなにこうウーバーイーツに攻略法などないみたいな、ね、なる場所になる時間でスタンバイ、あのちゃんとオンラインにしておけば、あとはもう特に戦略練るとこそんな考えるよりもう考える暇あったらオンラインにして、ね、外で待っとれと。まあ暇な時にそういう勉強すればいいんじゃない暇な時にそのね待機時間とかにここシミがあるとか、ここのエリアのこの時間が高い気にすればいいかもしれない。もうずるいよね、青シミだ、何にしろさ、あの赤シミならともかくさ、全然プラス、お金プラスにならないから、まあエリアは大事ですよね。東京だったらいいと思いますけども、北九州だったらどうしようって。はい、そんなところですいません、あの攻略法など特にない。まあ最初に今回あのネタバラシしちゃったんで、この辺まで見てくれてる人はいないかもしれないですけれども、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さいちゃんでした。